しかしいくらマーサ様がエルヘブンの宝だからって大事にしすぎるのもどうかの。祈りの部屋に閉じ込められて自由に出歩くこともままならぬとは。それはかわいそうだよね。私反対だよ。ああ、これは変わらないな。ずっと同じこと言ってる。学者さんもいらっしゃるんじゃないかな。でもこういうさ、パパスとマーサさんが亡くなった後にもこういう思い出の地に行けるっていいね。なかなかなくない？まったくパパス殿ほどまっすぐな瞳をした若者も珍しいわい。その熱い心がマーサ様の孤独な心に染みたんじゃな。あ、人が違う。やはりマーサ様の顔を描くならマーサ様がいないとどうも筆が進まないな。ロケットの絵を描こうとしてる人だよね。しかし祈りの火玉は兵士が守っていて私を通してくれないからな。それに先日お金に困って絵の道具をすっかり商人に売ってしまったし。え？じゃあ絵描けないってこと？あ、パパスじゃん！待って、パパスの全体像を見たくて一旦飛ばそうとしちゃった。マーサ殿の絵を入れてやがて来る結婚の日に記念にしたいのだ。あー、ちょっと読み飛ばしちゃったよ。マーサさんの絵を描いて欲しくて来てるんだよね。おや、あなたは旅の人かな？ほうほう、お見かけしたところかなり旅慣れたお方のようだ。おお、そうだ、あなたなら妖精の羽ペンとパワームのインクを知っているのではないか？羽ペンは知らんな。パワームのインクは名産品であげた。それがあれば何年も色褪せない絵が描けるのだそうだ。もし持っていたらぜひ貸してほしい。ぶしつけな願いだとは分かっているが、この気持ちどうにも抑えられないんだ。あー、最初の文読めないじゃん。妖精の羽ペンは持ってないな。じゃあパオムのインクは名産品のところからも取り返してきて、妖精の羽ペンは多分妖精の村に行けばいいんだろうね。そういうことか。ほう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 。若いパパス殿は本当にマーサさんにお熱ですね。いいですね。いや、トトマルとしてはちょっと話したい気分もあるけど、まあもうマーサさんと天国で幸せにやってるっていうのが分かった時点で引き戻したいっていう気持ちはないのかもしれないね。理由がないもんね。天の声から幸せそうな声聞こえてくるんだったらさ。神に選ばれし者は人並みの暮らし、人並みの幸せは望めないのが運命。それはマーサ様もよくお分かりのはずなのですが。いやー、それを勝手にあなた方が決めるのはさ。マーサ様の力はやがて魔を脅かし、だからこそ魔に狙われるはず。我々の力でマーサ様をお守りしなくては。グランバニアの次なる国王パパス殿に不満があるわけではありません。しかし王妃ともなればマーサ様はこのエルヘブンに戻ってこられなくなるでしょう。わからなくもないけど、でも閉じ込めてるのは違うよねとも思っちゃうし、結果としてパパスもマーサさんも亡くなってることを思うと何かとどう思っていいのかわかんない。ここはマーサ様の祈りの部屋。長老たちの許可なく旅の者を通すわけにはいかぬ。あーん、通してほしい。とりあえずパオームのインクと妖精の羽ペン取りに行くしかないのか。っていうかすごいものがいるね。パオームのインクもめちゃくちゃ作るの大変って言ってたし、妖精の羽ペンも妖精見える人じゃないとダメでしょ。ここでルーラーとか使えないだろうからな。一旦このまま外出て絵に戻るか。戻ってきました。お父さん大丈夫？ずっと気を失ったみたいに固まってたから僕心配したよ。お帰りなさいお父さん。分かってるのか、さすがだな。じゃあこのままルーラで妖精の国行けるんじゃないかな。その方が楽な気がする。妖精の村行きましょう。オッケー、ゴンしない。このゴンしない時とゴンする時の差がよくわかんないんだよね。でも誰が持ってるんだろう。ベラが持ってそうだけどな。こんにちは。妖精の城は普通の人間に見ることはできません。しかし妖精のホルンを吹けばあなた方にも見つけることができるでしょう。山々に囲まれた深き森、これは見たね。会話が変わってないところもあるな。妖精からしてみたらミルトラースとかあんま関係ないのかもしれないね。上がってもらいましょう。相変わらず綺麗な世界観でいいです。ベラベラ。
妖精の城や迷いの森は妖精界と人間界をつなぐ役目をしているのよ。でもたとえ妖精でも女王様の許可がなければ勝手に出入りすることはできないわ。本当はトトマルと一緒にいろんなところを冒険したいんだけどね。ふふふ。そっか。じゃあトトマルとかめちゃくちゃ許可されてるってこと？ルーラで飛んでこれるよ。神の城が再び天に昇り世界が平和になることを私たちも祈っていますわ。あれ？妖精の羽ペンは？え、もう持ってるっけ？あれ？どういう状況だ？はい、ちょっと攻略見ました。あのね、パワームのインクは偶然エルヘムに行くときにめちゃくちゃ迷って、確かそこでなんか話を聞いて見つけたんだよね。で、手に入れてたから妖精の羽ペンは絶対ここだと思って来たんだけど、妖精の城で一旦話を聞かなきゃここでイベントが発生しないみたいなんで、もう一回妖精の城に戻ろうと思います。多分この人かな。うん、何年経っても消えないインクとペンじゃと。インクはもちろんパオムのインクがよかろう、北の教会を訪ねるがいい、これは言ったんだよ。ペンなら妖精の羽ペンが何よりじゃ。妖精の村の図書館で今も作られているぞ。聞くぞ。悪いがわしの分はこれ一つしか残っておらんでな。僕はそんなペンもインクもいらないからね。間違えてもずっと消えないんでしょ。うわ、いやだ。きっとパオムのインクと妖精の羽ペンと相性がいいのね。私とトトマルみたいに。うふふ。かわいい。そうか、パオムのインクはなんか言葉ですぐ分かったんだよね。だからいいやと思って聞かなかったんだけど。呪文で飛びましょう。妖精の図書館へようこそ。え、私に聞きたいことがあるのですか。まあ妖精の羽ペンが必要なのですね。よろしいですわ。あなた方ならきっと大事に使ってくださるでしょう。さあ、この羽ペンをお持ちくださいな。トトマルは妖精の羽ペンを受け取った。妖精の羽ペンを袋に入れた。これは名産品なのかな。はい。妖精の羽ペンで書いた文字は妖精の国以外の場所では消えてしまいますが、パオムのインクという特別なインクを使えばずっと消えないはずですわ。素晴らしいね。そんなにさ、消えちゃうもんなの？紙とかってさ、黄色く焼けちゃったりするけど、文字消えるとかは、レシートの文字くらいだな。気づいたら文字消えてるっていうの。なんか確定申告とかするときにさ、めっちゃ文字消えてるけど大丈夫かなって思ってる。じゃあ、名産品の博物館行ってパワームのインクを回収して、もう一回、妖精の城のあの絵をくぐればいいってことだよね。行きましょう。博物館へゴー。これだ。ここに置いてあるやつだね。取ったら怒られそうだけど。パオムのインク。はい。時を超え文字を残す。外します。ちょっと借りますね。ちょっと使用済みになります。今まで未使用だったけど。パパスさん、持ってきましたぞ。袋に入ってるけど。若いね。まだ全然トトマルとかが生まれる前だもんね。なんと妖精の羽ペンとパオムのインクを持ってきてくださったのか。ありがたい。早速お借りしますぞ。トトマルは妖精の羽ペンとパオムのインクをパパスに手渡した。あとはマーサ殿の祈りの部屋にの番人をどうするかだが。どうしよう。え、どつく？どつくか？どつくしかないよね。もうトトマルがドーンって、どいてくれ、頼む、マサさんの絵を描かせてくれって。ほいせ、頼む、どいてくれ。え、どうやってどいてもらう？なんか臭い匂いとか発するか。なんかめちゃくちゃ攻略見てて申し訳ないんだけど、攻略を見ちゃいました。この人にね、スゴロッケンを使うんだって。多分私まだ持ってたはず。売ってはないよ。あ、袋、スゴロク券を言ってたね。そういえばあの宿かなんかの人がスゴロクが大好きなそうですよって言ってた、そのことだよね。あった、使う。キュピーン、それはスゴロッケン。うー、夢にまで見た噂の。やりに行く？トトマルは兵士の手にスゴロッケンをそっと握らせた。ワイロみたい。ご本、ああ、私はちょっと長老様にお話が。ではこれにて。やばくない？殺されるかもしれないよ。
あら、兵士がお客様を入れるなんて珍しいわね。それともあなたのその目に心を奪われたのかしら。あなたどこから来たの？なんだか不思議な感じがするわね。嬉しいね。ペット？ピキーマサ様大好き。かわいい。言葉を教えたのかな。え、どうするんだろう。パパスに話すってこと？どかしたよって。もうその都度詰まったら攻略を見てるようにするけど、見てるようにしてるけど、極力自分でやりたい感はあるんだよね。どかしてあげたよ。いっぱいパパスと話せるのは嬉しいね。はい。え、万人の兵士は出かけてるって？なんということだ。なぜそこまでしてくださるのだ。ともかく今はお言葉に甘えることにしよう。それではマース殿のところへ参りましょう。マティス殿、おお、参りましょう。いざ行ったのか。たまにさ、現実世界でもさ、なんでこの人こんなによくしてくださるんだろうって方いらっしゃるよね。はい、こともるはね、思い出のロケット完成させたいよね。この綺麗なまんまの状態の、綺麗なまんまの状態っていうか、マーサさんの思い出を残したいよね。あ、書いてる。悪いが話しかけないでくれ。ロケットに入るような小さな絵は色付けが難しいんだよ。そうだよね、写真じゃないんだ。おお、あなたはおかげでこのロケットペンダントに絵を入れることができます。申し訳ないが少し時間がかかるので、一旦帰ってからまた来てくれないだろうか。お借りした道具は絵が完成したらすぐにお返しします。え、これパワームのインクとロケットの絵どうなるんだろう。両方とも帰ってくる？なんだか恥ずかしいわね。でもパパスさんがどうしてもって。私にこんなまっすぐ近づいてくる人は誰もいなかったわ。神に授かったこの力が人々を恐れさせるから。え、恐れてるの？ずっと大好きだな。あとはこれ戻ったらさ、完成してるってこと？悪いがまた来てくれって、また来る？これであの名産品置き場にも思い出のロケット置いてるんだけど、あ、てかこれバレてない？大丈夫？これバレてないですね。このここずらずら歩いていっただろうに。帰るか。そしたらもう完成してるのかな。ただいま。もうスルーしてる。何度も行くから慣れてきてしまってる。じゃあ名産品のとこ行ってみよう。これでできてなかったら取りに行かなきゃいけないのかもしれないね。渡してくれない気がするけど、いつの間にか変わってる？確か2階に置いた気がする。思い出のロケット、じいちゃん元気か？あと少しで台座が全部埋まりそうじゃな。ああ、しかしこの後ちょっとが長かったりするんじゃよな。なんか全ての名産品を集めるために、あの裏ボスであるエスタークっていうのを倒さなきゃいけないって書いてあったんだよ、15ターン以内に。いやー、でも名産やつ名産集め楽しいから集めたい感じはあるけど。あれ、ロケットの中身は空っぽのまま。あれあれ、できてるもんだと思ってた。一旦取って戻せばいいのかな。夜まで待つか。いや、夜名産品置き場行ったんだけど、まだ変わってなかったですね。これ多分もう一回取りに行かなきゃいけないってこと？でもさ、パパスは思い出のロケットに絵を入れてずっと持ち歩きたいんでしょ？だからこんな見ず知らずのトトマルにはくれないと思うんだよね。いずれか、できたものがトトマルの手に自然と渡ってて、できてるのかな、できてるっていうか作り上げられてるのかなと思ったんだけど。取りに行ってみるか。時間的にはもう書き上がってていい気はするんだけど、入れる？よいしょ。完成した？あれ？誰もいないじゃん。え、何があったの？連れさらわれてるんだけど。マサさんも言ってたよ。君とはきっとまた会える気がするって、ありがとうって。ありがとう、教えてくれて。え、それはいいけどさ、いないよ。夜来たせいかな。夜来たせいとかある？あっちの学者さんの方行ってみるか。とりあえずまあ
兵士さん帰ってきちゃうかもしれないし、帰ってるのはわかるんだけど、どこにいるんだ？君とはまた会える気がするって嬉しい言い方だね。ここにいるか、ここにいないといよいよわからんぞ。あ、この人だけいる。あ、戻ってきてくれたんだね。大事な道具をありがとう。確かに返したよ。トトマラは妖精の羽ペンとパワームのインクを大事に袋にしまった。ちゃんと返してくれた。そうそう、パパスから伝言だ。助けてくれて本当にありがとう。次に会う時はこの命に変えてもきっとお礼をするから。だってさ、完成した絵を嬉しそうに持っていったぜ。今頃二人は東の海に出る頃かな。愛の逃避行ですね。そっか、なんかいいな。命に変えても何か助ける。ありがとう、お礼してもらったよ。なんか大人になったトトマルがさ、パパスとちゃんと関われてるのがいいね。この描写、ちゃんとパパスとトトマルが関わってるのってさ、対等な立場じゃないじゃん。トトマルは子供だし、パパスは子供を守らなきゃいけないっていう立場だったけど、なんか男と男の友情みたいなのが感じられる回だったなと思います。これで多分名産品にロケット絵が入ってるんじゃないの。このまま飛ぼう。ルーラで、ルーラ使いまくってる。どうなってる？あ、絵入ってる。マーサさんの絵アップで見れないかな。名産品レベル25。サンチョに託された父の形見のペンダント、ロケットの中には優しい微笑み。嬉しいね。あー、外さんよ。あー、このこれについての会話はできなかったね。そういえば思い出した。名産品レベル9。妖精の羽のように軽く、どんな癖のあるインクでも書きこなせる。でも妖精の国でしか見えないんだよね、妖精の羽ペンで書いた文字は。で、パワームのインクだけがどこでも見れるみたいな感じで言ってたね。どうしよう、この世界樹の苗木だっけ、は世界樹の苗木だね。20だから、これよりもっといいのがあるよね。これ回収して思い出のロケットをここに置くか。どう？おー、グランバニア王妃のマーサの思い出のロケットペンダントだな。パパス王とマーサ様が結婚するとき、グランバニアのメイクが精魂込めて作ったんだよ。姿絵もはめられているし、これは素晴らしい。素晴らしい。この人が素晴らしいって言った。じゃあ、もうこのまま飾っとくか。泣いてくれてたよ。え、じゃあさ、この、名産品レベル25が一番マックスなのかな。なんか30とか区切りがいいやつがマックスな気がする。ってことはこの下に世界中の苗木とかも置くってことか。2階は名産品レベルどれくらいのものを置くんだろう。おいしょ。よし、名産品もだいぶ集まってきました。じゃあちょっと次の名産品なんだけど、このね、銀のティーセットっていうのをレヌル城に持って行ってあげるといいことあるよって書いてあったから、これはちょっと外して持っていこうと思います。レヌル城はアルカパから近かったよね。そっちに行ってみましょう。ほい、レヌル城に来ました。若干ずっとゴレムスが先頭なのがいいのかなって気持ちはあるけど、まあ袋の中に入ってるし、あそこのお墓まで多分行けばいいよね。綺麗にしてあげたティーセットを見せてあげましょうって感じだった。あ、変わらないね。ここで使うか、道具の銀のティーセットを使う。ゴレムスは銀のティーセットを手に取った。十分に磨き上げられ、美しく輝いている。あれ、ここじゃないのかな。ここに捧げるのかと思ってたんだけど、袋の、待ってちょっと今攻略をちょっと見ちゃったんだけど、あの入り口に王子いたんだって。私全然気づかなかったけど、王子様いたらしい。普通にスルーしたのかな。私何にも見てなかった。ぐるりと回してください。
いる？いや、いない気がするな。金のティーセット持ってるけど。あれ、いなくない？これでどうだ？トトマル、トトンコ、トトンカ、ビアンカで来て、トトマルが持ってる。いる？いや、いなくない？あれ？王家の冠みたいなのが手に入るって書いてあったんだけど、いる？ここら辺にいるって書いてあったんだけどな。あれ？ダメってこと？王冠すごい欲しかったのにな。じゃあ諦めるか。でもいないもんね。トトマルに持たせてこの並びにして、これでいないってことは多分いないよね。じゃあちょっと他のスゴロクとかもいろいろやっていこうかなと思います。では道具のじゃない、呪文のルーラだね。はい、日を改めてやっていきたいと思います。スゴロク城に一旦行ってみたいと思います。で、スゴロク城が、私今まであったスゴロク城プラス一個ずつ全部増えてんのかなと思ったんだけど、そうじゃなくて、この謎の洞窟、すまんすまん言ってくれ、謎の洞窟の開かなかった扉が開くようになるみたいな感じで書いてあったんで、この謎の洞窟内にある謎の扉が開いて謎のスゴロク城ができるみたいな感じで書いてありました。そこ行ってみたいと思います。なんかね、クリアにめちゃくちゃ時間かかるって書いてあったから、私はちょっと動画内でクリアするの難しいかもしれないけど、とりあえずは見ていこうと思う。はい、頑張りますね。そういえば戦闘やって思い出しました。多分前回の動画ではまだなってなかったんだけど、仲間になったモンスターが増えました。並び替えでシーザー、あのグレイトドラゴンだっけ、この金ピカのドラゴンもめちゃくちゃ頑張って仲間になりました。モンスターブローチをつけてからだいぶ仲間になりやすくなったなと思います。で、その後はぐれメタルとかも頑張って倒してるんだけど仲間になりそうにないっていうのと、レベル上げめっちゃ頑張ってるんだけど、エスタークを15体以内に倒すのはちょっと動画毎日投稿してることを考えると難しいなって感じてます。寝るギリギリまでずっとレベル上げとかして頑張ってるんだけど、ちょっと無理かもって感じてきてます。スゴロク城行きましょう。もしかしてここの階段あったっけ。なんか結構入り口らへんにあった。ここだわ。めっちゃ探したんだけど、ここね。はい、あ、スゴロク城だ。ここなのですね。ちょっとまず全体像を見るか。最後、あの魔界の村かなんかのスゴロク城は私奇跡的に1回でクリアできた分の運を使い果たしたと思っているからやばいんじゃないかなとは思ってる。ここゴールどこなんだろうな。この多分ワープ装置とかをうまく使わないとゴールできないんだろうね。この感じめちゃくちゃ広いよね。階段の数も全部の先っちょに階段ついてない？で、この降りた階段によってどこに出てくるかも違いそうだよね。さすがに2階だけ？2階にゴールある？ゴール3階だったりする？エスタークが扉、私のお気に入りの扉を開放しておこうって言ったのが多分この場所だよね。うわっ、これ多分ゴール3階だろうな。めっちゃやばそう。待って、まだある？まだある？そんなわけないよね、さすがに。どういうこと？まだあるの？4回ある？なんかコメントにね、9時間かかった人がいるって書いてあったんだけどさ。あ、あるあるある、4階にある。4階にフィニッシュのゴールがある。待って待って待って、どこまで行けるの？私降りる階段と上がる階段間違ってる？いや、やばすぎ！何回あるわけ？マジでこれクリアできた人すごいでしょ。9時間かかるの。9時間かかるね、これ多分。てかめっちゃ奇跡が起こらない限り無理って感じだよね。いや、もう やりだしたら悔しくなりそう。とりあえずはやろうとは思うけど。スタートどこだ？
スタートそもそもどこだ？どこだっけスタート、ここら辺にいた。あーピュ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 、これだねスタート。あのセレブリティチケットあるんで、はい。おっとお客様、セレブリティパスをお持ちとはお客様のような方からはスゴロッケンはいただけません。さあどうぞどうぞ。70回踏んの、やば。あーわかった、回復してないけど大丈夫かな。あ、しかもこの人なの。あ、戦闘の人がそうなるんだ。ゴレムスでいける。まあ別に戦闘逃げまくればいいか。まあいっか、サイコロ振る。いいのかわかんないけど、初っ端から戦闘じゃん。瞑想っていう、あの MP を使わない最高の技があるから、それを使い続ければなんとかなるかな。頑張りましょう。っていうか、あのマイナスの金額とかえげつない、金額の単位えげつないね。1,2,3,4,5、上行くか。3,4,5、3,000円。はい、1,2,3,4。うわ調べない。サイコロ振る。1,2,3,4,5。足元を調べません。サイコロ振る。1,2,3,4。おし、ワープ来た。ワープをうまく使いこなせばいいんだろうな多分。1,2。おお、今んとこいいぞ、コバック踏んでるよ。サイコロ振る。一番いいお金稼ぎじゃん。サイコロ減りまーす。まあでも初っ端にしてはいい感じで進んでるよね。怪しげなガスが吹き出してきた。しかしゴレムスには効かなかった。 MP が減るやつだね多分。 MP ないからねゴレムス。 1,2,3,4,5,6。 お金だ。じゃあショップか、なんかいいのあるかな。 1,2,3,4,5。 うわーダメージ床じゃん。回復してないからね、 HP がどれぐらいあるかわかんないな。サイコロ振る。てかまた上がるんだけど。また上がるんだけど。進んでるこれ。一番最初のところじゃん、このダッシュの床。3,4。いえ。これ今何階にいるんだろうな、そもそも。1,2,3,4。やった、回復だ。ありがとうございます。有料ゲート通ろう。はい。全然安いからいいよ。5,000円もらってるし。1,2,3。OK。はい。いえ。順調では？意外と初っ端にしてはだいぶ順調な気がする。MP は関係ないので大丈夫です。はい。そっか、私この、一人だけですっていうことイコール、整るしか無理だと思ってた。あ、しかもワープ装置乗れる。うん、持ってる。やばい。え、あと、あ、でもめっちゃ落とし穴ある。1,2,3。これ上と下でどう違うんだ。4。振り出しに戻る。え、バカじゃないの。最悪すぎ。反対行けばよかった。そっか、リターンのやつ見とけばよかったな。バカちー。ちょっともう一回やります。はいはいはい、ありがとうございます。はい、悔しすぎ。あー、こうやって沼地にはまっていく。1,2,3。5マス進む。1,2,3,4,5。サイコロ、うわ最高最高。比較的運を持っている。これってさ、運の強さって関係するキャラクターの、そんなことないよね。これミミックの可能性あるよね。全然今まで気づかず開けてたけど、やめとくか。ここまで来たらゴールしたいことを考えちゃうよね。1、2、モンスターかな？いえ。そろそろゴール近いのでは？半分は超えてる気がする。はい、もうお金はいいよ、全然。もう買いたいもの特にない。1。うぃー。敵も強くなりそうだな。まあ逃げれそうだけど。あ、やば。大丈夫。あ、やばい。悔しい。はーい、くそー、も
も HP1 じゃん。え、しびれて動けなくなって麻痺したら HP0 になるの？それはなんかおかしくない？2、3、4、5、僕今 OK。 1、2、3、4、5、6、ここ切り抜けられたの初めて。振る。でもサイコロめっちゃね、のサイコロ振る数が減らされてるんで、今までずっと。あ、いや、だここ来たことあるか、来たことあって、ここのしびれクラゲかなんかにやられたのかな。はい、なんだ、時は偽り。もうなんで。なんかエッチな下着見つけたんだけど。なんでそんなの出てくんの急に。調べません。淡々とスゴロク回してるだけでちょっとこらえられなかった。1234、わ、1234、はい、あー怖い、123、あ、終わったわ。はい、振り出しに戻る。あーもうやっぱこれやばいね。はい、あのあと結構すごろく上で頑張ったんですけど、結局フィニッシュのフィの字も見えずに、まずあのサイコロの目を全て使い切ることもなく振り出しに戻り続けている状態です。ちょっとこれクリアするのめっちゃ難しそうと思ったので、すごろくはあれくらいにしようと思います。すいません、やり込めなくて本当にすいません。で、あと最後はあのこれはコメントで教えてもらったんですけど、宝石を名産品のオルゴールにはめ込めるって書いてあったんだよね。なんでその宝石をちょっとはめ込んでみようかなと思います。多分私が手持ちで持ってる名産品のものか、サンタローズの石を磨いてもらったんだよね、そのせい、そのものかなと思います。サンタローズの石磨いてもらったのどこいたっけ、どれだっけ、これだっけ、聖なる宝石を、これをあのオルゴールに入れたらいいのかな。確かにあのオルゴールと音も鳴るし、めっちゃこだわってるだろうなっていうのが感じます。ここで闇のランプを使えるかな、使ってみましょう。タンタンタン、外します。このグランバニアの宝石をラインハットの王国の記念のオルゴールにはめれるのってなんか嬉しいな。サンチョがよくは思わなそうだけど、袋の中にこれを使う。あ、コレムスは聖なる宝石を記念オルゴールにはめ込んだ。完成した。宝石はぴったりはまり、記念オルゴールの価値が上がったようだ。レベル25になった。聖なる宝石でまばゆく輝いてる。これ真ん中にはまってるね。これができてよかったなと思います。ドラクエ5、他にもやり込み要素、エスタークを15ターン以内に倒す、名産品を全部集める、仲間のモンスターを全部仲間にする、いろんなやり込み要素がもっとたくさんあるみたいです。それを全部動画にするってなると途方もない時間がかかりそうなので、一旦ちょっとこのドラクエ5はストーリークリアして、裏ボスを倒して、スゴロクをちょっと覗いたところで終わりにしようと思います。はい、パート30を超えてるのかな、パート30ぐらいかな、ぐらいの長い動画になったんですけど、ご視聴くださった皆様本当にありがとうございました。また次の動画も、これ言ったな、ドラクエとか、他のゲームもやっていくと思うので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またね。